けど時空間忍術なんだよ。そもそもどうやって。またあいつが出てくんじゃないかってよ。あんなのは二度とごめんだってばさ。俺一人じゃどうにもならなかった。多分お前の場合も同じだ。どうやれってんだよ。ビビってねえでさっさとやれってんだよこのバカ。はあ、なんだてめえこの。今は各自の任務に集中しろ。いやはや、この先どうなってしまうんでしょう。医療班を急行させろ。俺たちもすぐに向かう。ナルトたちが戻ったぞ。カワキは無事なのか。ああ、傷は負ってるが全員無事だ。はあ、疲れた。帰ってこられたな。もう一度やれって言われても無理だけどな。でもお前と一緒なら。おお、みんなやり遂げたみたいだね。ああ、ボルト、あんた。俺がついていかなければあんなことには。それくらい私はわかるよ、サラダ。その通りだ、ボルト。自分を責めるな。それに忍びの戦いにはそういうこともあるって。大変なとこ悪いが、治療が終わったら詳しい報告を聞かせてくれ。意識は完全に滅びたのだろう。よくやってくれた。ああ、空中分解と考えていいんだな。そうだな。スペアのボディも中身は空っぽだ。敵に回る心配はない。そいつさえ片付ければ殻はなくなるってことか。甘く見ない方がいい。それがコードだ。奴にも次元がつけたカーマがある。カーマの武器としての側面のみが体に宿った、いわば突然変異体だ。奴はなり損ないだからな。機能しない代わりに消えもしない。コードの場合は全くの逆。大きすぎる力を抑えるための改造なのだ。実のところ俺が作り出した改造人間の中にはコード自身がリミッターを外すことはできない。それは本当か。そうするように、奴は大筒木という存在に一種の信仰心を抱いている。イカれてやがるな。その忠誠心ゆえにコードは処分を免れた。俺もな。このことは一旦俺たちだけの間の話にしておこう。よしよし、異常なしっと。重備の重りも退屈だな。ようやく声が届いた。大続き意識。俺の魂は間もなく消滅する。お前がいる。意識、そこまで言ってくれてありがとう。器ならざる白きカーマ。この出来損ないのカーマじゃあなたの魂の入れ物にはなれないんだ。このカーマと共に大筒木の意志をお前が継ぐのだ。はあ、なんだかすっげえ長い一日だったな。まあな、せっかく生きて帰れたんだ。こんな時くらい久々に家族水入らずってやつを楽しめよ。大筒木との戦いでクラマを失ったあなたには人間離れしたチャクラはもうない。今ある手札で戦う、それが忍びだ。そこは問題じゃない。まさかあいつだけ犠牲になるなんてな。心配すんな。落ち込んでたらクラマにどやされちまう。体の8割が大筒木になってるのか。改めて言われるとショックだよな。まあお前の方はそうでもねえだろうがよ。俺も手伝ってやる。カーマを消すまでは協力する約束だったろ。目立たねえようにしろって7代目に言われただろ。実はマスコミが。あ、で
出てきたぞ。なんだ、やっぱり大筒木に勝ったのはおかげさまの力なんですよね。足でまといにはならなかった。むしろ我がこそは里を救った立役者といっても過言ではないでしょう。いや謙遜することないよ。それも君が里を救ったようなもんじゃない。いやあ、入ったなこりゃ。もちろんそれはわかるけど、もう何でもよくない。なんかさ、院長はさ、ボルトのことよく見てんよね。お疲れ様、よかったよ。ウィッス、カーマの対策が見つかるまで任務禁止って、シカマルさんも大げさだな。ったく、調子に乗ってテレビなんかに出るからだよ。あれがまずかったのか。まあ、カーマのことはあんた自身にもどうしようもないことだし。それより平気なの？平気って何が？じゃな。ですが、落ち込んでもいられません。カーマの対策を進めて和歌の力にならねば。どうして私、ボルト君のことがこんなに気になるんだろう。